2020年公務員試験合格に向けて今できること。レックス専任校主の長谷川をお届けいたします。今、これを取っている段階で試験が決まっているというのが8月9日の裁判所のみというところで、これをお聞きくださっている皆さん、今年の試験日程がはっきりしない中、逆算をしてスケジュールを立てることができない。また、モチベーションをどう保っていったらいいんだろうと。その点で困っていらっしゃる苦労されている方、 ととといいいいうううのがほとんどではないかなかうふうにお察しをいたししまますすででももその中でも十分戦ってらっていらゃると思いますただ、まあ、これまで、まあ、都庁特別区であったり、総合職もそうですね、国家専門職、一般職、地方上級等を受験するというご予定で、スケジュールを立てて勉強されていた方、その方は、そこに向けたスケジュールに従って、この後も勉強を進めていかれるということで、十分大丈夫です。と言いますのも、まあ、5月初旬、5月3日。 ま、この、こう、都庁特別区に向けてという方においては、そこに向けて、こう、優しめ基礎問題が解ける。そして、6月、国家専門職、一般職、地上。そこに向けて、こう、ランと、ということで、ま、標準、応用レベルも解けるように。そのような、こう、スケジュールを立ててやっていこうとされていたはずなんですよね。そうだとしです。で、ただ、それに従ってきちんとやっていただいていれば、こう、一度その体制が作れてと。 いうところで試験に臨むという段階になったときに、7月以降、こう試験が延期になったとしても、都庁特別区のレベルはもちろんえ、国家系地方上級のレベルにおいても十分対応ができる。その体制が整っているはずなんです。また今年は試験の順番がもしかしたら地方上級からになるということになるかもしれません。そうであったとしても、一度、 その体制が作れていれば、こう、見直しをするであったり、また、こう、地上はもうその段階で、こう、必要ラインに乗ってるわけですから、その段階で、こう、他の試験書も十二分に対応ができる。そのような体制が整っているはずなんです。ですから、今まで培ってきたこと、また、これからのスケジュールにの,こうのっとって積み上げていこうとしていたこと、それに従って、この後勉強等を進めていただければ大丈夫です。ただ、 うん、延期になってしまった分皆さん勉強時間取れます結果やはりそれに従って合格ラインが例年よりも上がるということはやっぱり出てくるんではないかと思いますでその点では従来から言われている各試験所の合格ラインそこで満足してしまわずにできれば教養専門あとこう4点5点程度上乗せできるようなこう仕上げというのができるとより安心ではないかなというふうに思います でそれについては、二択で迷いがちな問題を中心に、まあ、ご自身の優先順位、自分が一番それは分かっていらっしゃるはずです。その優先順位に従って、順番間違えずにこうやるべきことをやっていくということができれば大丈夫です。なお、まあ、この時期、うん、専門に力を入れている方が多いと思いますで。それはそれで大事なことです。ただ、実は本試験になった時に差が出がちなのって教養択一なんですね。 といいますのも例年レックでも成績診断というものを行っています、まあ、都庁特別区国家系中心にというところでこう試験を受けた後のこの自分のこう自己採点が何点で、まあ、それがこう大体順位的にどれくらいになりそうかということを診断するという成績診断という制度がありますでそこでこうその結果をこう拝見させていただくにというところで実は分布に差が出てくるというのが強要なんですね。 ですから、専門に力を入れるということはもちろんなんですけれども、教養で足を引っ張られないというような対策は、ちょっと注意していただきたいというふうに思います。また、論文についてです。まあ、論文、これも今までやってきたということをこう見直したりブラッシュアップということで大丈夫です。ただ、心配な方は、ちょっと時間が取れる分、論点数を増やしていただく。 そして、まあ、特に今年度予想可能、出題可能性が高いというテーマについては精度を高めるということが重要になりますでそこについて心配であれば担任相談等を通じて信頼できる方の添削を受けることですえ最後に面接についてですで特にえ国家系の志望者に対してなんですがえ国家系のこう試験主 ま特に本省を中心にというところで今 Web で,での説明会であったりこうオンラインでの少人数の座談会というのを各省庁、まあ、多くのところで行っていたりします。 ですから可能な限りそのようなものを参加機会を得ていただいてまあ役立ることが多いんですが、えー、参加をしていただいて官庁訪問に向けた準備志望動機等を作っていくためにも役に立ちますからできるだけそういうものも活用していただければと思います、えー、そして、まあ、今年はこ例年に比べて一次試験終わって合格発表そして面接というところまでの時間が短くなるということが予想されます その点では、今のうちから先取りをして、面接対策、こちらにも取り組んでおければベターです。で、これは、まあ、志望動機やりたいこと、まあ、自分が考えるときに時間がかかることから取り組むという方法もありますし、他方、まあ、それが難しい場合には、こう、自己 PR とか、こう、学、いわゆる学知化、学生時代を力を得て取り組んだこととか、え困難をどう乗り越えとか、といったご自身に対する質問え、その部分から考えてみていただいてもいいでしょう。 一次試験が終わってから面接対策を取ればいいというふうに思っていると、まあ、今年結構試験の日程が近接したりとか試験が終わってから思いのほか時間が取れないということでこ満足な準備ができずに面接本番を迎えるということになりかねませんですからそこはこう内定がられるようにう自分から先へ先へというふうにう行動を取っていただいてというところでこう 幅広く複数内定が得られる準備というのをしていただきたいんですやはり内定が得られる方というのは自ら目標を立てて先へ先へというふうに動いていける方ですその点優先順位をしっかりと立ててそして合格内定のイメージをしっかり持つこと皆さん持ててますか合格内定のイメージをこうできるだけ具体的にしっかり持ってこの今日乗り越えていきましょう 戦うなと最後までサポートさせていただきます以上長谷川がお届けいたしました